アルコピースのオールナイトニッポンゼロアルコピースの坂井健太です平子優希ですアルコピースのオールナイトニッポンゼロここから30分はノッティービーのみでの放送となります <laughs> どうしたんですかここだけ聞いてる人いますからわかんないですから <laughs> いやお前主 <laughs> 旨説明してごらんやまあね、純潔いくためにねギャワの再生回数を増やそうということで、えー、今日はツイッターを延長させようっていうね そんなそんな落ち込みますあれ俺1回目にツイートさせられたつぶやきなんだっけあれか j p o p いや違うじゃそれはさかいあっそっかテレビうん制作費がない言い訳にしてるとかコンプライアンスがどうとか言ってる視聴者側両方に苦言を提出するそれだって相当なもんよその後お前こじはるに対して このギャオの僕たちの漫才の動画を拡散してください言ってえよ言ってやつよいやいややばいよで芸人だってそれ目にするわけじゃん別に、うん、このラジオ聞いてない芸人が、うんうん、俺が積み重ねてきたものビビたるものよ何を積み重ねてきたんですかじゃあ逆に平子さんが今までツイ,ツイッターの中で <laughs> <laughs> てめえよくそんな細川茂木みたいなテンションで俺に物言えんな <laughs> いやど、どうなんすかどうなんすかだって俺分かんないけど、何を積み上げてきたんすかなんだ、その、さらっと、そよ風みていなテンションだよ。本当に積み上げてきてるもんなんすかじゃあそれ、そもそも。ビビたるもんだぜ。ビビたるもんだけど、大事に俺が温めきて抱きしめてきたものたちだよ。それをな、一気に、お前らの悪ふざけで、うん、一気に足げにされて、全部、全部崩れ去ったんだ。<laughs> <laughs> まあでも、ねえ じゃんけんだし、しょうがないですよね。その、じゃんけんですら、お前は俺に負けた時に、俺はお前に情報案を出したよ。これはさすがに行き過ぎなんじゃねえか。うん、お互い、コンビとして、コンビの名前が出る以上は、ここは踏み込んじゃいけない領域なんじゃねえか。うん、そういうことで、俺は踏みとどまったよ。うん、その愛が、冷静さが、お前には欠落してんだよ。うん、いや、だけど最後にほら、ちゃんとカバーできたじゃないですか。酔っ払ってましたね。鼻折らせろ。 なんでさっきから指をどっか終わらせようとするんすか俺の。ほらねえと割に合わねえだろ。<laughs> ちょっと俺の携帯返してよ。反応どうなってんだよ。よいや消さしてくれよ。いや消しますいやだから、うん、言ったけど、その俺はこの企画うんぬんじゃなく、それでギャオの告知はしたの自分で。うん、これが純潔につながるんでぜひ見てくださいっていう話をしたの。うんうん、でもその後に、うん いやこれはでもなんかそのガンガン再生してくださいねっていうのは違うんじゃねえかこれ漫才の動画だから、うん、だから、うん、あのこないだつぶやいた m, あの m 1の動画だけど1人1回見てくれればそれでいいですって書き直したのその後にこ、うん、じはるに対して、うん、僕,は僕らの漫才これはちょっと拡散してくださいってやるのは、うんうん、これやーべえや <laughs> えー、埼玉県ラジオネーム、北部鉄心。この企画のおかげで、平子さんのフォロワー5万超え、ウケるー。いや、これ。5万超え。いや、ほら、これな。んありましたよ。違う、これな、あのな、今からフォローしてきたってことは、拡散された上で、ああ、まだまだ日本にも面白いやついるんだ <laughs> すげえ。まだ消しちゃダメっすからね、そのツイート。いや、ちょっと待っ、あ、ちょっと待って。なんか来てます、ね、いや、待てよ。いや、待ってくれよ。この、反応というか、俺に対する、この、一連のツイートに対する返信、うん、返信が百十四件来てるわ。<laughs> やっぱそうなんだいや、これ、なんか、あの、賞レースの決勝行った時ダメだよ。<laughs> なあ。<laughs> 決勝で跳ねた時ダメの。ってことは、準決ぐらいだ行けますよ。いや、堪忍してくれ。消させてくれいやいや。いや、どんな気がする ?5 勝よ。5勝だから。 どんなリプ来てますか平子さんえーえーちょっとえー、ちょっと待って。なんか有名人とかから来てね、えー。批判中オツ真っすぐな、真っすぐ受け止めてんだな。もう、批判中うん、テレビって何かね。あーもう本当。わかってないやつだ。聞いてないやつ <laughs> い僕、今日誕生日なんですが、何かメッセージくれたらうしいです。<laughs> <laughs> やばいこの俺が最初につぶやいたやつね「制作費削減を言い訳にする制作サイドコンプライアンスを押し付ける視聴者どっちもどっちだな誰かのせいにしてる時点でエンターテインメントを語る資格はねえよそれに対して間違いない」まもうっすぐだわほんとにちゃんと受け止めてくれてるんだ平子さんの言葉として受け止めてくれてるわいやあと出たよ「痛い痛い」 痛い痛いいっていういこれだから、分かってねえやつじゃねいあそうだね。また、またかよみたいなことでしょだから。いや、こういうやつ、また出てきたわ、みたいな。うん、ああ。<ー>いや、でも5万ってすごいんじゃないう<あ>わ、もっと、やばこれ。そのツイート、ズバリなので耳が痛いです。おぅぅちげーなー。ああ、ゲブ吐きそう。平子さん、どうしたお。うおーしよく言った <laughs> すげえ言ってよかったんじゃないですかだから本当にそれもこ,こギャオの回数とか関係なしでいやこれガチな人少なくねえぞうんいやーやだよーやだよやよく言ったって言ってもらえたらいいんじゃないですかそれはもうやだどうしようて削除させていや条件性、ね、だからどう削除させてお願いあ、うんきてますよんかこう 大やんその消ああリスナーからあ,あ,から、うん、あえー、京都府ラジオネーム桃色黒馬場えーこれは大変かな、うん、えー渾身の変顔を50個ツイートすれば決してよしとしましょうあ死んじゃう死んじゃうでこれで済むんですよ50個いやそうだけどそれはそれでじゃん個急にザコ師匠に憧れ始めたみたいな <laughs> でもこれぐらいのことでしょでも。いや、トントンぐらいでしょこれと。トントン、トントン、トントンだったら、ツイートでトントンする <laughs> いや、ツイートでトントンだったら痛さ変わんないじゃん。違う案でさ。これダメいツイートで、ツイートでの代替案は一緒よ。うん、い,やいや、待って、こんなのも来てる。限られた公共の電波を使っているので、コンプライアンスは当然のことです。 俺ちゃんとしてんだなさすがさすがに尖りすぎ芸人が制作サイドにあれこれ言う筋合いないよてか全然聞いてねえじゃんこのラジオ <laughs> 何なんだよ <laughs> 聞けやフォローフォローしてんならあ M1 準々決勝敗退したゴミの分際で意識高いっすねおーい来ますねツーンとねえ え、ラジオネーム、ラッコフェスティバル。え、番組が終わる5時までに、ガチ勃起させたらツイート消せるというのはどうでしょうかあ、それするするする。え、じゃあ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 じゃて。じれあじゃ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 な。じゃ そんな今がダメです。お金払った上で勃起する。なんだそのシステム。八万払って勃起する。で射精じゃないでしょ。ボッキだけ。車税はしない。もね。ツイッター関連のがいいんですかねなんかね。いやツイッター関連はダメよだって意味がないもの。ちょっとみんな他のはなんかない他のは来てないかな。ツイッター関連がいいんじゃないですか。 やだやだやだ、もうやだそんな安っすかちょっと待って<じ>小路るの方芸人ならもっと面白い弁解くらいしてみてくださいよアンチ、つまんないアンチだなうわひどいひどい <laughs> えーえー、ラジオネーム「Mr.T. 改めサバ賭博、えー」マイク・タイソンと同じ入れ墨を入れる ああ、入れるかも。顔に。マジで、そんくらい入れるかも。尊敬、顔によ肩はいや、肩も、いろいろ、それこそ仕事に、試食きたしますよ。それをおめえらがやってんだよ。肩にタトゥー入れるぐらいのことを。グレーのことをよ。それでお前らが分かってくるんだったらそれでいい。平子さんの肩にタイソンの入れ墨入れさせたのは俺らだっつって、うん、家帰って、うん、反省してよ。 やりすぎだかねで、お前、俺以外で、LINE で、やりすぎだかねって、送り合えよ。いや、でも、実際、こう、フォロワーも増えてるし、こう、リツイートもされてるわけじゃないですか。だからてめえ、テレビの、細か刺激のテンションで、俺に絶対うもの言うな。<laughs> 二度とだ。俺、俺そんなつもりないですけど。二度だ。二度と二度とって何ですか二度っ,って、そうだよ。俺、最初から二度って言ったんだよう。 笑ってんじゃないですか<あ>笑ってんじゃん。二等々ってなですか二等々。おい、全員いっぺんに来いよ。<laughs> ほら、すぐ腕力で、ほら、やめなさいよ、それ。お前ら、今回、いや、これ、冷静に考えたら、いや、卑怯だわ。最初っから。えだって、じゃんけんじゃん。同等じゃねえもん。デメリットが。お前の企画が。 だ誰がどう見ても企画のなアカウントと俺のガチアカウントとその中でじゃんけんで負けて泣くの泣くっさ死去 <laughs> <laughs> だぜそんなことないですよ追い消しのアイデア来てますから、ね<あ>えー、埼玉県ラジオネペッタンコ兄弟とカンカン姉妹、えー、追い消しする代わりにその後ツイッターに土下座している同じ画像を4枚連続でアップするのはどうでしょうか いいのちょっとぬるい気すんだよな、俺い<や>これはぬるくないですかちょっといや、いいんじゃない,いや土下座ってさ、最近土下座だなんだっていろいろ言われてるからな、土下座が軽いもんに思われがちだけど、うん、最終的なもうりも全部投げ捨てての、うん、もう全面幸福よ俺ほらプライドたけえじゃん <laughs> ね自分で言っただからさ、うん、その プライドをかなりかなぐり捨ててゼロにして<や>頭こすりつけてさう下座するっつってんだからさちょっと甘いなこれはさすがにだって消さないっていうそもそもだって最初のルール決めたんだから俺まああ,あ危,な危ない危ない危ないどうしたんですか本当にダメになりそう <laughs> どういうことですか本当にダメになりそうお前にえいやどういうことですかちょっとでも対等で物事やってるっていう意識がお前にないんだったら、うん 俺本当にダメになるかも、今日。<laughs> えー、ダメになるって何すかこの企画は最初から俺を潰すための企画だっていうのを、うん、お前らが、平子さん、おっきい器で受け止めてくれたな、ありがてえなって思ってくれるんったら、まだよまだ救いがあるよ、うん、でも、この上でなお、俺を、いじり倒すみたいなつらして、うん、平気な、な、進撃の俳優みたいな顔してさ、 俺をいじり倒すんだったら、それは違うそれは違うぞはい。言ったら細川刺激よ。え、なんだそれそれ分かんねえんだよ、それ。それ、分かんねえんだよ。いや、俺ゾーンに入ってんだよ。はっきり言うけど。なあふざけてんすかどっちなんすかふざけてんのかふざけてない。お願い、<お><お>信じてーあこじはるが起きちゃう。 えー、ラジオネームネズミ後輩、えー、ツイートを消すために平子さんがやることですが明日の晩ご飯の写真を載せたら削除 OK にしますいやーきついけどまあでもなんとかここ頑張るしかないかん<ー>踏ん張りふんかこんなん簡単じゃないですか明日の晩ご飯なんか <laughs> いや俺そういうさプライベート出さないプライド高い芸人じゃんいやこれはだからもう芸人としての方向展開にすらなるゆる大きなもんよ いやこれちょっと…ツイキャスってなんなのツイキャスって動画をアップさせるのなんか喋るんじゃない、うん、なんかさもさも動画あのさもテレビ番組みたいなつらして喋るんでしょああそういうのやってもいいけどないやー俺それだけやりたくないツイキャスはやしたくないいやツイキャスああいうああいうなんか画質好きじゃないんだ俺<や>ああいう画質で喋ってる人なん好きじゃないね いやでもまあ夕食まで12時間くらいだ。お、うん、いやそ、それ、それかい、<っ>それ乗せたら消すとかで意味ないんだよ。タイムリミットが迫ってるんだよ。5時までに消させてくれ。<laughs> うう頼む小治原起きちゃう <laughs> 小治原に申し訳ない。小から起きてるかもしんないしね、もいや、だから起きてたら起きてたらもう本当にアウトなのよ。いいじゃないですか。いや俺、俺、だから、だから、春がさ、起きて、で、で、リツイートされても、<laughs> されてもされなくてもこの世の果てよ俺が見る景色はいや、違うぜ。決勝行く可能性あんだからまだまだ、それで。M1。それで行くのは決勝かいそれで行き着くのはこの世の果てだって。この世は果ての風景をまだ見たくない <laughs> <laughs> 一つ提案がある<お>一つ提案がある、うん お前の目見て言わしてもらう。うん、今後も、うん、これ以前もお前こんなお願いしたことないし、これ以降もお願いすることないだろう。うん、無条件で消させてはくれまいか。<laughs> 無条件。無条件。こんなお願いすることもないからな、でも。うん、ル,ルールってのは常々承知の上で言わしてもらってる。うんうん こんなお願い男としてしちゃいけねえお願いだよ。うん、だけど、その条件も、厳しすぎるよ。うん、無条件で消させてくれ。平子さん、それだよ。<laughs> その姿が見たかったんだよ、みんなスタッフ。<laughs> 全員。今日、そのための企画だったんだよ。この姿。平子さんが、硬いプライドを、 金捨てて、本当の平子っていう部分をみんな見たかったんだよ。ようやく見せてくれたな。授業料高すぎるぜ。平子っちはじめまして。はじめまして。<laughs> いいよじゃあもう消してくださいそんなのもう消していいから消していいから消してくれよ消さしてもらうはあはあそんなそんなことかいやぜいぜい言ってんじゃんいやほんとにあのね鼻の奥の方が痛いずっと痛くなったのいや俺も甘くなったなどこだ埋もれてて見つかんない落ち着け落ち着け小路原起きないぞ小路原小路原起きないで <laughs> 圧倒的気持ちや あ <laughs>、佐久間さんがずっとこの時間まで起きてたわ。<laughs> <laughs> やば。ちょっと待って。レ佐久間さん。これでもさ、消すことによるガチ感も出てこないか。うーん。ガチ感問題ね。で、これリツイートされてたらそれは残るんだっけ俺が大元消しても。<り>どうなんだ<う>残んのか引用とかは残っちゃうのか。それガチ感出るよ、消したら。やってくれたな、おい。え やってくれたよ。おい。んどうしました友取りできねえとこまで。俺たちは来てるってことだ。来たよ、おい、また。なあ、提案だ、提案。俺からの提案だ。なにならよならよ行き着くとこまで行こうや行ったろうや、もう。こんなんす。それ、それ。それが、 平子さんだよ。考えてみたらよ。今日じゃんけんで負けて、つぶやかされてるみてえな手でやってっけどよ。<laughs> うん、今日出してるこのつぶやきなんかよ。言ったら俺の本音の根っこの部分じゃねえか。<laughs> なあいや、消していいって言ってんのに。何を消すのさ、何の理由があるさ。<laughs> そこんな後ろ向きなよ。弱気な俺誰が見てえさ。<laughs> だったら行くとこまで行こうぜ、ともによ。ああ、そうだよ。俺らもともとんで芸人だった平穏な人生歩みたいから <laughs> 違,う違うぜ、うヒリヒリしてえからだよ。違うけど、なんか師匠来たさない、それ仕事に本当に。<laughs> 自分たちの一挙手一投足が仕事に支障を来たすぐらいの芸人にならねんなら意味ねえぜ壊れたな、おい。ぶっ壊れてんな。危な。写真忘れってことだった。いや、忘れてたわ。思い出そうぜ。<laughs> いいのね、じゃあ、もうそれ変わんないね、考え方。共に行こうぜいや、俺は行きますよ、いくらだって、じゃあ。ああ、よ行ったぜ。絶対変えちゃいますよ、じゃあ。それ、もう絶対、そのままにしてくださいよ、マジで。うん。ああ あれ、弁解もなしですよ、次の。弁解なんか誰がすんだよ、ちゃんちゃらおかしいよ。怖えよ、もう。大したツイートじゃねえじゃねえのかないや、消して。いや、消いいよ。いや、俺が知ってる業界関係者とかにお願いしようよ、小治原にお願いしたツイートいやいやそれはまたちょっと違くなっちゃいますから。なるほど、ガンガン見よごめんなさい、平子さん。なあ。ちょっと。 <laughs> 消しましょうかやっぱ。いや、消さね。いやいやいや、ダメですやっぱ。後ろ向きダメ。だって消さねっていうルールだもの。いや、でも。ルールねじ曲げるのありえね。危な。さっきの俺危な。いや、そう、そもそも僕が。キモ、<せ>さっきの俺キモ、消すとか言ってた。いやいや、あの感じで声張り上げてた。自分キモい。いや、これ消さなきゃやばいって、平子さん、マジで。何がやよく考えてくださいよ。何いや、だってもうそんなん、 仕事大変なことで関係者いっぱい見てるしさる、うん、いやう、こいつもうダメだなこれで死ぬもの言ってくる関係者だったら関係者じゃねえんじゃねえこれ今言った上どんなリップ着てますえー、ちょっと待ってね、見てみるわ。うわ、悪くなっちゃったよ。えーと、大したの着てねえんじゃねえのかな糞<ー>尿以下の言い訳だな。てめえが糞尿以下だからな。<laughs> 一番ダサいやつじゃん。んじゃあおめえかっけえんかい。かっけえって何かい えー、すいませんさっきのツイート酔っ払ってましたに対して、爆速で言い訳かい <laughs> じゃあお前酒,の酒飲めないやつからね、そうやってな、しのごのしのごのさ、うう自称シュールの王様がこんな言い訳ないだろ。じゃあお前シュール極めてみろよ。<laughs> その枠に来てみろよ、お前。シュールでも何でも一つの道極めようとしてる人間にしのごの上からの目線で文句言ってんじゃねえや。やリングに上がってこいよ。 いやー。ちょっともうダメです、<あ>もんなんもねえわ。なんもねえ。いや、たぶ携帯取り上げますよ、もう。なんも来てない。そんな口悪かったらもう。消しましょうって炎上すらしてねえわ。ビビってんじゃねえ <laughs> なあ、俺に踏み込んでくんの、俺という名の領域を。平子さん。こいつら。こじはる、起きちゃいますよ。起きりゃいいよ。何寝てんだよ。<laughs> なあ。 見られちゃいますよ、小じはるに。見ればいい。拡散すりゃいい。で、俺に震えりゃいい。俺という男の真の姿を見て。リツイートするもしねえも小じはる次第よ。<い>ガキじゃねえんだからやそこはおののの判断だろ。う。らこが、神になった。<laughs> <laughs> 神なんて生優しいもんじゃねえよ <laughs> 俺はな、ジャッシンさん <laughs> <laughs> う<え>これがこの高みから見る景色か地獄であ<ー><何>ちっちゃかったぜ狭かったぜっ何を怯えてたんだ違う違う酒 <laughs> <laughs> 井俺は全てを手に入れたよ、うん、どうしたらじゃあ消してくれます さっきと言ってることが逆さまじゃねえかよもう消してくんないとしびれるツイートでいかしてくれよいやうわ気持ちいい <laughs> 気持ちいいはおかしい <laughs> 気持ちいいはおかしいちょっとお願いしますってマジで最高の女を抱いてる気分さ <laughs> いや消してください平子さんマジでやっぱり どうにかして消してください。酒井よ。何したらいいですか、じゃあ。消してください。共に行こうぜ。いや、何にしてもいいって言ってんのに。<laughs> 一歩こっち来てみ。<laughs> <や>なあ。怖い。この冬感ら始まってほしいわい。いや、目やべえって平子さん。怖いやけど俺も怖かったよ。うわ、目やばいよ、平子さん。でもよ、一回来てみやめらんねえぜ。忘れらんねえぜ。や <laughs> <laughs> これが俺らがもともと走ってた世界じゃねえよ。いや、やばいやばい。ダメだって。いや、だって。鉄板なんだ。<laughs> いや、消さないと。いや、もう何、何、どうなってんの、俺。消してもいいかい。<laughs> マジで、どっちなんすか何なんすかマジで。 ほどっちなんですか俺が。帰ってこほらそう消す消す消す平子さんそうそう俺が、俺でいるうちにこのブースから出てくれ。いや、ちょっとまた戻っちゃう神になっちゃっち平子さん早く消して消して早く消して早く消して平子さん早くほら戻っちゃうほら平子おい戻ってこいってお俺が神だいや、また出てきちゃった、ほら さん取り戻して私が宇宙だ <laughs> 違う全然違うやつ来ちゃった誰,誰だそれ <laughs> 宇宙五次元をお前は欲した<え>私に魂を食べさせる契約をせよすいませんどなたですか我が邪神ツイートなり邪神ツイート,ツイート <laughs> 一つお前に提案があるわしのツイートを消させよ早く早く早く消して早く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 あったあったこれ見たことあるわえっとこれを削除削除 OK えの スイート削除 OK, OK すいませんさっきのツイート酔っ払ってました、うん、削除 OK、はい、よかったあ,あ危ないもう畑消えてるかどうだちょっと消えてるかよかった消えてる ああ気も冷やした <laughs> おい冗談きついぜ <laughs> おいヤクザ、ビールをおごらせてくださいおい特別なプレミアムで頼むぜ <laughs>

さあ、そろそろお別れのお時間でございます。<laughs> えー、今日の放送はこの後朝9時半から再放送をお送りしますので、そちらもぜひご覧ください。<laughs> えー、何かあればメールください。メールアドレスは ap.marcoolnighthinipon.com です <laughs>、はあ。もしかすると、あの、うん、何かしらで俺のツイートは残ってる可能性は12分にある。うんえー、みんなの協力が必要だ。<laughs> これがいかにどんな企画であったかを拡散してほしい。<laughs> マジでだから知らない人いっぱいいるからね。ま、未だに。<laughs> うん。 <な>あたいろんないろんなキャラクター出てきたけどね平子さんそう、うん、分かんないでしょ自分で今も何してたから何にも分かんないどっから記憶ないの平子さんあとね時結構早いっすねこ、うん、じはるのつぶやいた後ぐらいだじゃあ白いもやが見えたの、うん、歩いて行ったんだそれ。で大きな川が見えたのああ<ー>やばいやばいやばいかぶね 積み石を積み上げても積み上げてもねああ鬼が崩すんさああ俺はなぜか積み上げたかったんだよな、ね、よく帰ってきたわよく目覚めたね何にも覚えてないのうんでも、うん、全部覚えてるうガガババ <laughs> ハハハハハハ何だったこのポッドキャストなかった <laughs> マジで <laughs> 危なら連れて行かれてもらった削除できたということで、うん、<laughs> はい、えー、ここまでの「おイドハロこのピース酒井健太と平っ子由紀でした <laughs>